カリサルの戦闘とは、1916年6月21日、メキシコチワワ州の町カリサルにおいて、アメリカ合衆国陸軍、パーシング将軍が指揮するパンチヨビリア、討伐遠征軍とメキシコ軍の間に発生した大規模な戦闘のこと、カリサルの戦いとも呼ばれる。1916年6月、パーシングはパンチヨビリアが、アフマダ軍西部の町カリサルに潜んでいるとの情報を、 そこでボイド及び、モーレーの二人の隊員にカリサルの調査を命じ、彼らは、第10期兵連隊の C 及び軽中隊からおよそ100名を、選抜して出発した。進軍途中でおよそ400名のメキシコ、正規軍部隊に遭遇した。メキシコ軍は、アメリカ合衆国軍に対し、引き返せと警告した。だがボイドはこれを拒絶し部隊に進軍を命じたため、戦闘になった。 最終的には、アメリカ合衆国軍が退却して、戦闘は終了した。伝説では、米軍及びメキシコ軍の双方から追われる身であったビリアは、この戦闘を傍観して喜んだというが、この時ビリアは重傷を負っており、また、この戦闘が終わった後も、両軍から追われ続けたことに変わりはないので、これが真実かどうかは疑わしい。 アメリカ合衆国軍は、チャールズ・ボイドとヘンリー・イアデアの2名の士官と、歌士官、計12名が、死亡、24名が、捕虜になった。メキシコ軍は指揮官である、ゴメス将軍を含む27名が死亡した。パーシングは激怒し、当時の大統領ウィルソンに対して、チワワに駐屯するメキシコ軍への攻撃許可を求めたが、ウィルソンは、米国間の全面戦争になることを恐れて、 これを許可しなかった。この戦闘の結果、アメリカ合衆国陸軍はメキシコ領から引き上げることとなり、ビラを捕らえることは愚かアメリカ合衆国への越境侵入をやめさせることもできずに終わった。ありがとうございます。